今回急遽トレーニング動画を、撮ることができました。休業中も先生と私のパーソナルはやっていて、かなりハードでもうガチでやってるので皆さん楽しんで見ていただけると思います。フォームとかトレーニング方法とか、 なんか詳しい人はこれ違うやろとかなるかもしれないんですけど、その辺は、多めに見てください。それではどうぞ。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。もうかなり動きましたね。かなりもう汗だく、暑い、めっちゃ暑い、疲れた。でもこれは週1回入れないと閉まらないですよね。確かに、もちろんレッスン、グループレッスンだけではもちろんそのダイエット効果にはならないんですけど、本当にそれ以上のものを求めようと思ったらやっぱりフォームを直したり、さらに追い込んだり、かなりハードなことはやっぱり必須ですからね。しかもこの中でやってくれるって元子先生しかいないから。ほんまに言い上がるんで、元子先生すごい汗の、めっちゃ大好きなものをね、教えてる方も。まあでもこれも本当好きじゃないと言えないし、私は本当にこの頑張が大好きなので、まあ、逆に楽しくて毎週やらせていただいてるんですけど、まあしんどいです。かなりしんどいです。これを週2回ぐらい、1回、1、2回とヨガをね、グループレッスン、ほぼ毎日ですよね。これが一番しんどい。しんどい、もうサボれないんで、逃げれないんで、このレッスンに関しては、もうかなりきついかと思います。だからこそ、まあ、今の体型を維持してるっていう、かなりの、まあ、ストイックな方じゃないと、できないですよね。怖い、許さないです。サボらせない。サボらせない。絶対に。やっぱ結果は必ず出してほしいので、私はもう必ず彼女の体を作り上げる結果を出すっていうのが、まあそういう仕事なので、もうそれが目的なので、必ず、はい、仕上げにかけています。お願いします。チャンネル登録お願いします。